堀滝氏が作ったとされる。滝城は日立国筑波郡滝にあった日本の城。滝山城、城山城とも称する。現存する資料や遺物が少なく、謎の城とされてきた。城山と通称される滝山に築かれた山城の跡で4つの郭があり、それらを堀や土塁が囲んでいる。その外側には大きな堀の跡があり、南には土橋の跡も見つかっている。4つの郭のうち第3郭は連なりあって、滝山の山頂から中原にかけて広がり、4郭は少し離れて、滝山と西隣の道上山との間にある。筑波町史では保存状態が比較的良好であり、当地方の戦国史解明の重要な手がかりと記載している。平安時代中期に日立平氏の宗家である大城氏の平忠三喜が日立国筑波郡水森から滝の地に移り築いた城とする説があり、吾妻鏡に登場する滝の山城とは伊強が築いた滝城とされる。しかしながら、現存する大規模な城郭以降は、戦国時代、特に永禄から慶長にかけてのものと考えられており、茨城城郭研究会は、平安時代の城跡に大改修を施したもので、あろう、としている。伊強の子孫は、代々滝氏を名乗ってこの地で勢力を持っていたが、1193年、6代の滝義幹の時、発達からの策略にはまり没落した。義幹は今も北条地区の住民から滝太郎様と呼ばれ親しまれる。発掘調査では室町時代頃のものと思われる破石出土器が見つかっているが、滝義幹の死からこの時代までの滝城の様子は不明である。現時点では戦国時代に準軍事目的で築城されたことが推察され、文献資料でも1559年に結城氏が小田氏側の北条を攻め、1572年に北条付近で造作が行われていること、1579年に竹山再興の記録がある程度である。これまでに出されてきた築城の理由には以下のような説がある。北条五郎顕家の館とされる小泉館の詰めの城だった上杉謙信、または佐竹義重が小田城を攻めるために築いた佐竹義信が関ヶ原の戦いの前後の緊迫した状況で築いた戦国時代以降の出土遺物はわずかで、同時代の陶磁器は発掘されていない。このことや火災の痕跡、鉄砲玉などの戦闘形跡も見られないことから、最終期にはあまり使用されなかったと推測されている。現地は山林になっている。滝山では採石が行われていたため、城郭の南西部の地形は往時に比べ大きく変形している。津帯、滝太郎墓筑波市、北条や平沢周辺には、筑波郡が跡とされる平沢灌漑遺跡をはじめ、古墳時代から古代にかけての遺跡が集中している。北条には、滝太郎の墓とされる五輪塔や滝氏が整備した裏堀が残されている。また、京都府宇治市の平等院に似た構造を持つ、日向拝寺という寺院跡の遺跡もある。こうしたことから北条、平沢は古代から中世初期に地域の中心的位置を占め、中世期も織田に次ぐ地位にあったと考えられる。ありがとうございます。